はい、プリンス TV のプリでーす。今日はですね、カターレ富山、個人スポンサーと、ファンクラブに入ろうと思って、さっき行ってきたんだろう、行ってきました。あいにくの雪の中走って行ったんですけど、やっぱり、個人スポンサーになるっていうことはなんか、カターレ富山にちょっと貢献したかなって感じで、嬉しいです。今年は J2 昇格なるでしょうか。自分の応援次第で、上位まで行ってほしいです。なわけねえだろ。お前が何できんねんって。はい、そうですね。まあ、一生懸命応援して、選手も名前を覚えていきたいと思います。ちなみになんかファンクラブも入ったらしいね。ファンクラブ、1000円で、それで新規加入ということで500円かかりました。1500円。一番何低いやつ入った。ああ、ちょっとランク低いやつ。ランク低いやつ。入ってありましたけど。とりあえず何、個人スポンサーに。はい。いくら？1万円です。1万円いった。はい。行きました。1万円で誰かが選手取ってきてくれるやね。無理か。ちょっと厳しいかもしれない。まあ。そんなこんなで、まあいろいろコロナもありますけど、選手も入れ替わり立ち替わりして、いいチームになると思います。次は、新しいユニフォーム。ああ、そうですね、新しいユニフォームできた、また発表ね、してきたらね、その時今度まだ特注なんでしょう、今度番号とかは。あの個人的にやっぱつけたい番号あるんでしょ。それはまた広告みたいだね。そうですね、ね、2月で、2月のうるせえよ、うるせえよ、ということで、これを見てくれた人、チャンネル登録、グッドボタン、コメントいろいろお願いします。それではチャッピー。